阪神戦のこのカードも次の3試合目が最後になります。ここまで思い出という思い出をあまり残せず淡々と終えていっているが、最後3試合目ロッテ鳥谷隆が何かすることはできるのか、いいも悪いもね、またですねやっていこうと思うので、相手先発は岩貞で、こちら9番で鳥谷が出場することができるね。じゃあ今日も打席、走塁、また守備全部やっていくから、何か見せ場を作らせてくれ。あまりにも淡々と行き過ぎているこのカード、何か起こるはず、何か起こると信じてプレイしてきているのに何も起こりませんよ。ロッテの鳥谷が甲子園で阪神戦出てたら何か起こるやろ。その何かっていうのは申し訳ないけど抽象的な表現でしか表現できない、具体的には言えない。でも何かがあると思うので、その何かをですねお届けできたらなと思います。生み出せるように頑張りますわ。この3試合目もね行ってみよう。まあまず打席が回ってくることは1回からないでしょうね。ロッテはいきなり2点取っている、その2点で勝つんかな。で今日の先発は石川歩夢。ああこのルーティーンちゃんとパワープロでも作られてるんや、ええなお前だけ。鳥谷もなんかないのルーティーン、あってほしいわ、見たいんだけどね。何もないわこの子、楽しくねえ。お、いきなりサード打ってきた。いいよ、いいよ、いいよ。なんかこの2試合忖度してさ、全然三塁打ってこなかったんだよね。この2試合で三塁手の守備機会って、4回くらいしかないのよ。全部平凡な打球や。だからこの3試合目、ちょっと見せ場を作るという意味で来いよ、お前。忖度なんていらねえよ。狙い撃ちしてこい。ここは明確に穴やねん、守備能力を考えたらな。なのにもかかわらず打たないっていうのは、あからさまに忖度だよ。ただもういらねえよ。ガチで来いよ。ガチに勝ちに来いよ。このカードお前ら負け越しとるからな。もうすでに2試合負けとんのやから、3試合目負けたらあかんで。この流れで鳥谷の1打席目が来るんで、ちょっとね大きな打球を個人的に今日は狙っていこうかなと考えてます。左が苦手な鳥谷からしたら岩貞は苦な相手ですけど、狙います、強振で。風はこれ浜風が風速2メートル吹いてるんで、まあホームラン出づらい環境、また広いしね。でも何か起こるんじゃない、この球場で。鳥谷が強振で狙えばから最後まで狙う、フルスイングでフルスイングで後ろ飛ばすな、恥ずかしい。はい三振。力のなさだけを今の打席で痛感したね。で皮肉なことにその後のバッターがホームランでも打ったんでしょうね。1点入ってるっていう、その1点は鳥谷のバットのホームランで取る予定だったんだけどな。全然関係のない選手が打って鳥谷は蚊帳の外、それが現在ですよ。だから阪神をクビになりロッテにたどり着いて、でもそんなロッテで今三塁の守備についていて、そのロッテは1位で、意味がわからん。何から何までな。でも確かにある結果なのでそれはなぜかはわかんないけどね。まあもう一回打席、もう一回と言わず今日は最低でも3打席は回ってくるんで、そこでねまた強振でやろうと思うわ。全く1打席目は打てそうなかったけど、あの感じ見てると2打席目も打てそうな感じはないと思いますよ。バットを6に当たってないもんね。後ろに飛ばしたもんね。フルスイングでやって後ろに飛ばす人なかなかいないよ。すごい恥ずかしい光景じゃない？うりゃーって振って後ろ飛んでるって。惨めで恥ずかしくて、もうこの世からいなくなってしまいたいと思うほどの恥ずかしさがあるんですけど。それを取り返すのは己のバットでしょう。早く次の打席来てくれ。どうせ守備は相変わらずこんな感じで。なんなんこのしょうもないの。見てて思んねえんだよな。三塁手という近い目線から見てて。コツン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 ゴロを量産するそのスタイル、クソみてえな打線でよく今セ・リーグ A クラスに入れてんな、ほんと不思議。互いのチーム不思議だらけじゃねえかよ。そんな流れで2打席目やん、行こうフルスイングで。この球ちょっとね個人的に絶対打てないと思うんで打たない。まあやっぱこのストレートじゃないですかね、強振で捉えるのであれば。って言いながらそれ打ちに行くのはいつも通り、言ってることやってることいつも違うね。で結局これ打って凡退するんか、落とせよ、取るな取るな、空気を読め、こんな凡退はいらん。いやもうやめてやめて、お前おっさんに対してお前ガチやなこいつ。いやもうガチやん、引くわ。引退間近のおっさん相手、あのスラブ連投よ。いやリスペクトせえやお前、直球勝負で来いや。なんか清原みてえなこと言ってるけどいやでもあの場面でスラーブ連投は引くね、どんだけ必死やねんっていう。6回打席が回る、ランナーは相変わらずいない、2アウトの状況です。ピッチャー代わって馬場ですね。馬場ガッツさせねえぞ、ウォッシーすさせねえっつったろこの野郎。ヒット1本いただき、これで3試合このカード全て安打打てたね。その流れで盗塁とか決めちゃって、どう鳥ちゃんセーフ、
初盗塁ですよ。初期と初盗塁。よっしゃー見せたね。まあ、あのようなスタートを切れば鳥谷が走ってるってなってもセーフ。あの WBC のようにね、なるんや。気持ちいい。いや、鳥谷でね、ヒットを打つよりも盗塁決めるのって一番難易度として高いので、それをこの阪神戦、この流れのままに出せてよかった。見せ場を作れたかな。あと守備ね。ずっと三塁手として見てるだけ、突っ立ってるだけ。野球って暇やね、こう見たら。全然動かへんもん。運動量少なすぎるわ。ピッチャーは常に動いとるけどね。その他守備とか全然動かへんから。まあ、野球って簡単なスポーツ、疲労が少ないスポーツって言われてるゆえんが分かったわ。三塁手目線で今日の試合やってると、いや、このカード3試合やってると、動きがないの。ファンより動いてないかもしれない、下手すりゃ。ずっと突っ立ってるだけ。ベースカバーとかも特に三塁だといらないしね。ここから動いてない今日の鳥谷。もう三振やゴロやもうそんなの近い目線で見てる。なんか今ロッテの選手やけど悲しい気持ちになってきたわ。やっぱ阪神で長く過ごした選手なんでね。リーグが違うからこそ阪神には頑張ってほしいなと思う鳥谷の気持ちもどこかにもちろんあるわけなんですけど。ただこんな現場を見てるんでね。なんやこれっていう複雑な心境です。これ打席9回にまた回るかな。もう途中交代とかもほとんどないんでね。この3連戦はダイソー送られたくらいで、最後まで出てますよ。おっと、この打球ちょっと鳥ちゃん取りに行っちゃダメ。なんか見せ場作りたいんですけど、もうダメやな。投げてくんな、そのボール。いらねえわ。全然欲しかない。おー、よかわ！ナイス打ってきたが、まあ普通のライナーやな。特に何か見せ場というわけでもなく。ザクツ、おっと、また来たー！で、さばいて、アウト大きく弾いてごまかすみたいなことはなかったで、そらそうでしょう。さあ、この流れで、鳥谷甲子園球場最後の打席になるでしょうね。思い出を作りましょう。最後の最後、いい思い出をね、ピッチャーは島本、また左か。おおおお、その嫉妬真ん中に来たらワンチャンあるよ。来い来い来い、そこに投げたらここに来い。いや、もう来いよ、そんなんいらへんねん、ここに来いよ。いやーもう、あかん。当てただけは、うわ、しょうもない、うわ、しょうもない、しょうもない。それが最後でええんかい、なんか延長も連れてくれへんかな。阪神打線が頑張ってさ。いや、甲子園球場でもしかしたら現役今のが最後になったかもしれない。来年打席に立てないかもしれない。それを最後あれじゃあかんな。なんかさ、石川が炎上したり、阪神打線が頑張ったりみたいなことはなく、鳥谷の元打ってきてアウト。最後だよ、本当に最後かもしれないんだよ。なんか空気を読んで追いつくだったりないのか。逆転しない程度のバッティングをしてくれたらええんだけど、まあそういうこともできず、最後まで石川が好投して終わりましたね。はい、これで終了です。阪神3試合目4-0でロッテが阪神を完封。この試合だけじゃないです、前の試合も完封です、その前も勝ってます。圧倒的な力の違いを見せつけたんで、もうシーズン中でこれでしょ。日本シリーズで相まみえるようなことがあったら、それ以上にボコボコにしてさらに伝説を作るね。33-4なんかじゃ済まないよ。その倍になってるかもしれない。まあそれはそれで楽しみですね。ただ今の現状考えたら、阪神が勝ち上がってくることもないと思うんで、日本シリーズ。まあ意味のない話やな。今日は4打数の1安打1盗塁だった。鳥谷、今日は2三振か、厳しいな。え、そこ？だからトータルで見れば悪くない内容だった。いや、盗塁も決めたんだから評価上がるやろ。チーム3連勝で気分いいけど、お前鳥谷に対しては辛辣。打てば打つほど辛辣になるんだよね、井口っていうのは。よう分からんわ、この性質が。理解できへん。荻野と一緒に飯行こう。やっぱり勝った後の飯は最高っすね。そうだよ、古巣阪神をボコボコにした流れもあるからね。このカード終了時点の順位表を見ていくと、ロッテはもう1位独走状態で、下とのゲーム差 5.5 ゲーム差ということを考えたら、このまま1位で優勝する可能性はものすごく高いと思います。まあただ87試合も現在残ってるんでね。あと阪神に関してはこの3試合の結果があるから2位に陥落ですね。ゲーム差 2.5 ゲーム差に広がっているということを考えたら、どうだろうね。阪神が優勝することも、また日本シリーズに勝ち上がってくることもないんじゃないかな。やっぱこの3試合三塁手というものすごい近い目線でね、クソみたいな阪神打線とか見てきたんで、まああれ見てる感じ、やっぱこのチームが上がってくることもなく、これが最後の対決機会で、でもその最後の中目立った活躍はできず、この3試合を終えたことがものすごく残念ですが、仕方がない。終えた以上はもう阪神のことは忘れて、これからね、また交流戦の戦いは続いていくので、その中大きな活躍していきましょう。交流戦は始まったばかりです。